フェリー第6大隅鴨池港たるみ港鴨池。たるみフェリーは、鹿児島県鹿児島市の鴨池港と、鹿児島県たるみず市のたるみ港との間を結ぶフェリー。岩崎コーポレーション傘下の鹿児島交通が運営する。2011年11月末までは同じく、岩崎コーポレーション傘下の大隅交通ネットワークが、運営していた。 鹿児島市の鴨池港と樽見市の樽見港を35分程度の所要時間で結んでいる。海上距離は 15km である。IC 乗車カードである、岩崎 IC カード、ラピカが使用可能であり、両カードを利用した場合は、通常片道旅客運賃が1割引きとなる。旧樽見港、フェリーターミナル1918年に町田一平により、 鹿児島たるみ間の定期船の往復便を復活させたことに始まり、1921年にたるみ発動機船組合が発足した。1930年にたるみ機船株式会社に改組1960年に社名を南海優先に変更した。この頃に岩崎与八郎が経営に参画し、三州自動車との一貫経営が行われるようになった。 1944年2月6日には、第6タルミ丸の沈没事故が発生し、500名余りが犠牲となった。1974年には、タルミ鹿児島航路は、フェリー化された。運営母体は、その後、大隅交通ネットワーク、タルミフェリー、さらに、鹿児島交通と変わっていったが、現在も航路は、ほぼ同一ルートを通っている。 2011年9月のダイヤ改正による、減便以降は三席体制で運行されている。各船内では一部時間帯を除きうどん店、南海うどんが営業しており、名物となっている。船内で案内放送が行われるほか、うどんの通信販売も行っている。運営は、同じ岩崎グループの白露酒造うどん事業部である。ありがとうございます。